その件に関してはショコラとバニラの意思を尊重したいと思います。ショコラとバニラがちゃんと納得したら迎えに行きますので。ところで兄様、この妹めに今朝の愛のささやきを。あ、すみません、お父様から呼ばれましたので失礼いたします。愛してますわ兄様。ではまた。朝ごはん美味しいですね。ご主人様のご飯はいつでも美味しいですにゃ。ショコラ、ほっぺにケチャップついてる。芸術的に可愛い。舐めてあげちゃう。ペロペロ。主人様はショコラたちといるの楽しくないですか？ショコラは楽しいですよ。もうそれは今世紀最大級に。昨晩はご主人だって結構楽しみだったくせに。ここにショコラがいたらご主人様は迷惑ですか？そうですか、そうですよね。やっぱりショコラ、それでも。それでもショコラはご主人様のところにいたいです。ショコラがいるなら私もここにいる。私もここにいたいと思う。ご注文ありがとうございます。ロイヤルウッドです。
ご注文いただきましたティーセットの配達にお伺いしました。ではこちらお店の中に運んじゃいますね。こちらの段ボールで全部ですね。では間違いなければ受領書にサインをいただいてもよろしいでしょうか。それは品物が違うということでしょうか。すみません。すぐに本社に確認しますので。少々お待ちいただいてもよろしいでしょうか。大変申し訳ございません。こちらのミスで別の注文書と混じってしまっていたようでして、水月様の方もすぐにご入りようと思いますので、もしよろしければご注文分の食器を受け取っていただければと思うのですが。もちろん私もお手伝いさせていただきますので、私も次の配達に行かないといけないですし。猫ちゃんたち本当に助かりました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。では私はこれで失礼させていただきますね。褒めて。柱の陰から見守ってた甲斐があったね。よしよし、ショコラ、ご主人様の役に立てましたね。やっぱりご主人様一人じゃお仕事大変だと思うんですね。猫の手でも存分に役に立つ。私たちがいなかったらまだ仕分け続行中だと思う。
そうですか。やっぱりダメですか。お掃除でもしてきます。せっかくですし。ご主人、私たちがいたらそんなに迷惑？悪い子？悪い子じゃないのにダメなの？難しい。猫にはそういうのはわからない。好きならそばにいたい。少なくとも私はそう思うけど。ショコラのところ行ってくる。猫パラ。あれ、今日はあのたこ焼き屋がいない。ごめんバニラ。なんだっけ、また旅だっけ。だいたいそんな感じ。あ、はい、少しだけ。でも大丈夫ですから。心配かけてごめんなさい、ご主人様。じゃあ私、何か飲み物買ってくる。了解、任された。してもいいですか？またご主人様のところに遊びに来てもいいですか？ご主人
様はショコラたちのことちゃんと毎日思い出してくれますか？ショコラ離れててもご主人様って呼んでてもいいですか？主人様は優しいですね。ご主人様、前も同じこと言ってましたから。覚えてますか？ショコラとバニラをご主人様とシグレちゃんが連れて帰ってくれた時のこと。知らない人と猫ばっかりで怖くて。はい、とっても心配かけちゃいました。ショコラとバニラが熱を出した時のことも覚えてますか？時は夜中で誰にも気づいてもらえなくて、とにかく苦しくて辛くて寂しくて、声も出せなくて、手も足も全然動かなくて、助けて、誰か助けてって思いながらただただ泣いてたんです。そしたらご主人様が大きくてあったかいてて撫でてくれたんですよね。ずっとそばで大丈夫大丈夫って言い続けてくれて、ショコラとバニラのこと撫で続けてくれてました。朝になって病院に行くまでずっとずっとそばにいてくれて、不安で心細かったのが全部嘘だったみたいに。あの時も同じこと言ってました。俺は別に優しくなんかないって。でもショコラたちは、ご主人様が助けてくれなかったら、ここにいなかったです。あの時、ご主人様がそばにいてくれなかったら、誰も信じられないままでした。ご主人様のおかげで、ご飯も食べれるようになりました。しぐれちゃんとも、みんなとも仲良くなれました。だからあの時から、ショコラのご主人様はご主人様になったんです。ショコラはそれからずっと、優しいご主人様のことが大好きなんですよ。
から、ソコラはご主人様がいなくなっちゃうって聞いて、いても立ってもいられなくて、どうしても一緒に行きたくて、しぐれちゃんにお願いをしたんです。難しいことはやっぱり猫にはわからないです。でもやっぱりソコラはご主人様のそばにいたいんです。ご主人様が辛くて大変そうなの、なんとなくわかります。本当になんとなくですけど、お掃除でもお洗濯でもお料理でもショコラがお手伝いできることは何でもしますから。今すぐにはできなくても、絶対にちゃんとできるようになりますから。だから、もう一度だけ、お願いしちゃ、ダメでしょうか。ショコラは、ご主人様と一緒に、いたいんです。私たちは猫だから、自分に素直なだけ。私なら、楽しいことならショコラと一緒がいい。たとえ辛いことでも、ショコラと一緒にいたいと思う。一緒にいれないことの方が寂しくて辛いから。本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。それでも一緒にいたいものだと思う。私たちが幸せかどうかなんて、いくらご主人でも決めつけるのは違うと思うよ。それに大事な人が大変なら、なおさらそばにいたい。何ができるかはわからないけど、でも、辛い時にそばで励ますことくらいできるよ。私たちがご主人のところについていくのを許してくれた。しぐれはご主人と一緒に行くことはできないから、代わりにお願いって。だからご主人が本当にショコラのことを思うなら、一緒にいるべきだと思う。でもご主人様がいないのは嫌なんです。いくら大変でもソコラはご主人様と一緒にいたいんです。だからお願いします、ご主人様のそばにいさせてください。ここがソコラがいたい場所なんです。
ご主人様、それって…はい、大丈夫です。ご主人様がいるだけでショコラは幸せですから。やれやれ、ついにご主人陥落。いやよいやよも好きのうちだね。大トロじゃなくて大丈夫です。たまにでいいです。お肉も A4 でいい。松坂牛なら脂身最高。ですか？お買い物はもう終わったんですよね。おお、ご主人かっこいい。ついでに松坂牛も買おう。やったー、お祝いパーティーですね。ご主人太っ腹、さすがは私たちのご主人。